言うまでもなく、人間は完璧な存在ではありません。完璧ではないということは、どんな人間でも少なからずバカな部分があるということです。私もバカだし、あなたもバカだということです。私はバカじゃありませんからと言いたくなる気持ちはわかりますが、人間である以上、バカであるのはしょうがないことです。しかし、自分がバカだからといって落ち込む必要はありません。むしろ、自分がバカだと自覚していた方が、自覚していないより幸せに生きることができます。バカというのは、バカな状態とバカなことをするという2つに分けることができます。英語で言うと、バカな状態は be で、バカなことをするは do です。私たちは不完全な存在だから、すべての人間がバカな状態でいるのは当たり前です。しかし、自分は完璧な存在ではない、つまり少しバカなところがあると自覚していれば、バカなことをしないための準備をすることができます。そして、世の中では、自分は不完全な存在だから、バカなことをしてしまう時があると自覚できている人が利口と言われます。弱点や欠点がある、そのままの自分を受け入れて、そんな自分がうまく生きていくためにはどうすればいいかということを抜け目なく計画して実行できる人が頭がいいとか賢いとか能力が高いなどと言われます。世間で頭がいいと思われている人は自分の愚かさを受け入れているということです。自分がバカな状態であることを受け入れることができない人はバカなことをしがちです。自分が不完全であることを認められない人は、完璧にならなければいけない、完璧にやらなければいけないと実現不可能なゴールを設定してしまいます。完璧を目指しているけど完璧になれないという状態が続くと、そんな自分をダメだと思うようになります。いつまでたってもゴールにたどり着くことができない自分を、こんなのは自分じゃないと拒絶して、本当の自分はもっとすごいんだという完璧な自分像を愛するようになります。完璧じゃない自分を許すことができないと、完璧じゃない他人のことも許すことができなくなります。なぜなら、他人の弱点や欠点を見ることで自分の弱点や欠点を意識せざるを得なくなるからです。相手の弱いところを見ると、俺にも同じような弱いところがあると嫌な気持ちになります。そして俺を不快にさせやがってけしからんとなり、相手を攻撃せずにはいられなくなります。お前にはこんな弱いところがある、お前にはこんなダメなところがあると批判することで、私にはそんな弱いところもダメなところもありませんからと自分に言い聞かせます。失敗したり間違ったりする人をバカにすることで、俺は失敗しない人間だ、私は間違わない人間だと自分に思い込ませようとします。不完全な自分から目を背けることで、虚しい努力を続けることになり、周りの人間を疲弊させていきます。自分をバカだと自覚していれば、なるべくバカなことをしないようにしようと準備することができます。バカなことをしないように気をつけることで、他人から頭がいいですねと言われたり、俺は利口だぜと思うことができます。しかし、過剰にバカなことをしてはいけないとなると、自分を楽しませたり自分を成長させたりすることができなくなります。バカなことをしないとは、愚かなことをしない、愚かだと思われることをしない、意味のないことをしない、役に立たないことをしないということです。劣っていると思われたくないという思いが強くなると、新しいことに挑戦することができなくなります。なぜなら、新しいことをすれば失敗したり間違ったりすることがあるからです。失敗したら能力が低いと思われてしまう、間違ったら頭が悪いと思われてしまうと不安になることで、それならやらない方がいいやとなってしまいます。賢くなりすぎると、今の自分の評判や評価を守ることに必死になり、新しいことにチャレンジできなくなります。新しいことを始めなければ、新しい知識を身につけることができないし、失敗や間違いから学ぶこともできなくなります。また、意味のないことをしたくない、
役に立たないことをしたくないという思いにとらわれることで、意味もなく役に立たないけど楽しいことを自分にやらせてあげることができなくなります。そんなことをしても意味がないよ、そんなことをしても役に立たないよと思うことで、自分を楽しませる機会を失ってしまいます。意味のないこと、役に立たないことをして損をしたくない、今の自分の利益を確保したい、今の自分の評判を落としたくない、今の自分の評価に傷をつけたくないと凝り込んで生きることで、損はしないけど満たされないということが起きます。私たちはバカなことをしても生きていくことができます。俺はバカなことをしちまったぜと落ち込んでも、自分をバカだと自覚していればまた立ち直ることができます。例えば私の場合で言うと、私はたくさん本を買い込んだけど読まないということがよくあります。これは良さそうだ、これは楽しそうだと衝動買いをして、どんどん本が溜まっていきます。そして山積みになった本を見て、なんで読まない本をこんなに買ってしまったんだと後悔します。しかしすぐに、あ、そっか、バカだからだと気づき、バカだからしょうがないよねと自分を許してあげます。またロイヤルホストでパンケーキとコーヒーをお願いします、コーヒーは食事の前に持ってきてくださいと注文した後、隣の席の人がハンバーグを食べているのを見ると、なんでランチの時間におやつみたいなものを頼んでしまったんだ、俺もしょっぱいものが食べたいぜと思うことがあります。しかしそんな時も、まあしょうがないよね、次に来た時はハンバーグにしようねとバカなことをした自分を優しく受け止めてあげます。バカなことをしても、そんな自分を受け入れることができれば幸せに生きることができます。バカなことをして苦しんでしまうのは、バカなことをした自分を否定するからです。バカなことをした自分を否定し続けるのは、すべての人にはバカなところがあるということを受け入れていないからです。心のどこかで完璧を目指しているから、失敗する自分を許すことができなくなります。すべての人間が不完全というのは変えることができない事実です。どれだけ頑張っても変えられないことは受け入れるしかありません。バカなところがあるというのは人間らしいということです。そして自分の中にある人間らしさを愛すことで、機嫌よく生きることができるようになります。自分の持っている人間らしさを愛すことで、他人の持っている人間らしさに惹かれるようになります。不完全な自分を愛すことで、不完全な相手のことを愛おしく感じられるようになります。ということで、完璧ではない自分を受け入れた上で、そんな自分を幸せにするためにはどうすればいいかと考えていきましょう。